クズネツオフ NK-32 は、ロシア連邦の n d クズ熱をオフ記念サマーラ科学技術複合が開発した低倍パスターボファンエンジンである。NK-32 は、軍用エンジンとしては、最も大きく水力の高いエンジンである。また NK-32 は、レーダーや熱門を低減するための設計が行われた、世界初の量産型エンジンの一つである。 ツマイナス160に搭載された NK 32NK 32は NK 25ベースにツマイナス160爆撃機向けに開発されたエンジンである。圧縮機は3段階のファンを有し低圧3段、高圧7段の軸流圧縮機となっている。最小の反射を提供しエンジンの可視性を低減するために圧縮機の最初の 段にレーダーを低減する工夫がなされている。圧縮機のブレードはニッケル合金、チタン、鋼で作られ、圧縮機の重さは3 6 5ラムである。缶型の燃焼室、インジェクタは無塩燃焼と安定した温度条件を提供するように設計される。タービンは1 0 0 0トル計1、摂氏357度のガス制動温度を持つ。 高圧弾と単結晶で作られた一つの中間弾と二段の低圧弾で構成される。開発は1977年に始まり、1984年より量産が開始され、1993年に生産を終了した。1996年には NK-321 が開発され、 つナス 144LL に搭載され1996年から1999年にかけて飛行試験を実施している。NK-32 は1993年に生産を終了したが、この生産終了によってエンジンの異常振動問題に加えて予備部品の不足に悩まされることとなった。 特に予備部品の不足については問題となり2011年にはロシア空軍におけるつ -160 の保守が失敗したと報告されている。そのため製造元であるクズネツオフでは問題点の改良を行った NK-32 シリーズ2のベンチテストを2006年に終え2008年には 既存の NK-32 シリーズ1を NK-32 シリーズ2に改造するための文章開発、信頼性と経済性を向上させるために、これらの改良を2009年から実施する予定とした。改良はエンジンのコアに関連しており、NK-37 がスタービンに適用される、いくつかの構造的及び技術的要素を適用すべきであるとしていた。二千十年十月、 クズネツオフは生産体制の近代化によって2013年より NK-32 の納入を開始する計画を明かした。2012年5月、クズネツオフはチャンの温度チャンバにおいて改造されたガス発生機の試験が行われているとし、38機の NK-32 エンジンが第2段階の国家試験のため製造されたと発表した。 作業はサマーラ国立航空宇宙大学と共同で行われ、空力的な改善により、ブレードユニットのガス動特性が大幅に向上したという。またタービン入り口温度は 1750K に向上した。2014年3月、当初の予定より3年遅れ2016年に5機の試験を行うことが発表された。同年7月には重ねて2016年には、 生産を再開できるメドが立っているとした上で GPV-2020 より80億ルーブルが支出されることが決まっており2014年中に新たなエンジン試運転台その他の設備が導入されると発表された2016年2月にはユーリ・ボリソフ副国防相はクズネソフを訪問しご機のエンジンが納入されるべきであると発言し同年7月 最初のエンジンが2016年末までにデリバリーされると報じられた。2017年7月18日、クズネツオフのプレスサービスは最初のバッジのエンジンを組み立てていると述べ、年末までに5機のエンジンを受け取ることが報告された。9月には NK-32 の新しいテストスタンドにおいて最初のエンジンの試験が行われた。このテストスタンドは自動化技術を導入しており、 サイクルタイムを短縮しかつ、製品の品質を向上させることができる。同テストスタンドは2015年末に改築が始まり、10月にはベンチテストが開始され、セルゲイ・パブリニッチ氏は量産準備が整っていると説明した。2018年6月2日、統一エンジン製造会社は、最初のバッジのロシア国防省への配備の準備が整っており、 今年顧客に関される予定と報じた。現在企業の準備状況を決定するためにベンチテストを受けており、製品の一部はテストの完了後に顧客に出荷する準備ができているという。同社の代表は NK-32 から02の生産再開により、新製品の製造だけでなく、将来のメンテナンスまで幅広い展望を開くとができると強調しリソースは、 数十年と推定されると述べた。同社によると、NK-32 から02の生産は徐々に増加して2020年までに、クズネツォフの主要製品となり、将来エンジンの全ラインを作り出すための基礎として役立つと述べている。2018年10月16日、クズネツォフは4機の NK-32 から02、エンジンの供給契約が完了し、 新たに22機の供給契約を結んだ。パック DA に搭載するために開発が進められている。圧縮機とタービンディスクに全土シア系合金、研究所が認定する。2014年8月、アバーネクスポ -2014 において、ユイクの代表は、パック DA 向けのエンジンとして、NK-32 から2に基づいた新しいエンジンが作られると発言。 同年11月7日に、プロトタイプが最初のベンチテストを完了したことが報告された。12月には、ユイクのブラディスラフ・マサロフ氏は、パック DA のエンジン開発のため320億、ルーブルの総予算で契約を結んでいると発言した。2017年7月、エンジンの設計草案が完成、承認され、設計文書を作成する段階にあることが報告された。 同年10月6日、クズネツォフのマネージングディレクターのセルゲイ・パブリニッチ氏は、パック DA のためのエンジンの作業は計画通りに進んでいると述べた。2018年10月1日、国家調達のウェブサイトにおいて、クズネツォフがパック DA 用エンジンの開発作業のための入札を行ったことが明らかとなった。入札によれば、エンジンの電子システムは30時間続く。 飛行の性能確保を含む製品及びシステムの状態の予測を提供する必要があり燃料供給システム及び油圧機械式システムのユニットは例に近い値から 2.7G までの負の過負荷で動作しなければならない。またマイナス60度からプラス50度の温度でも使用でき12年の対応年数を持ち21年間に拡張できる可能性が必要とされている。 このほか、ロゴー人副首相は NK-32 から02が超音速民間航空機に使用される予定であると発表している。一般的特性構成要素性能出展出展。ありがとうございます。